坂口渚は、日本のアイドルであり、女性アイドルグループ AKB48 チーム8、北海道代表、および AKB48 チーム4のメンバーである。愛称は、凪。北海道旭川市出身。株式会社 DH 所属。身長149センチメートル。血液型は A 型。2014年、AKB48 チーム8全国。 一斉オーディションに北海道代表として合格した。2014年10月5日、UHB 北海道文化放送で自身初となる冠無理番組、なぎさちゃんの未来、トライ、t v が放映開始された。2015年3月26日、埼玉スーパーアリーナで開催された、AKB48 春の単独コンサート直送、まだ修行中。 内で行われた春の人事異動において AKB48 チームビートの兼任が発表され同年9月1日より兼任開始。同年5月20日発売の AKB48 の 40th シングル僕たちは戦わないで初めてシングル表題曲の選抜メンバーに選出された。2016年に実施された a k b 4 8 4 5シングル 選抜総選挙では70位で、選抜総選挙にチーム8からは、倉野鳴海と共に、初めてランクインし、アップカミングガールズに選出された。2016年7月に、日清食品より、地震初となる単独出演 CM、麺日本札幌農厚味噌ラーメンが、北海道ローカル枠で放映された。2017年1月14日に、地震初のソロコンサート、 新春、チーム8祭り、坂口渚のランを東京ドームシティホールで開催した。同年に実施された a k b 4 8 4スシングル選抜総選挙で69位となり、アップカミングガールズに選出された。2017年6月、札幌トヨペットより単独出演 CM、トヨタ新型ハリアー CHR が北海道ローカル枠で放映された。 2018年3月3日、北海道赤十字血液センターから北海道献血推進ガールの移植を受け、札幌市内の同センターで移植上交付式に臨んだ。2017年12月8日に行われた12周年記念特別公演において発表された新チーム体制への移行により、2018年4月より兼任先がチーム B からチーム4となった。 2018年4月から、ベル食品により単独出演 CM、ジンギスカンタレが、北海道ローカル枠で放映された。以降5本の CM に出演している。2018年に実施された、AKB485 サードシングル世界、選抜総選挙で47位とランクアップし、ネクストガールズに選出された。同年10月、 北海道白尾町に2020年4月オープン予定の国立アイヌ民族博物館を中核とする民族共生象徴空間解説 PR アンバサダーに就任した。2020年7月12日の開業日には PR アンバサダーとして来場した。2019年3月13日発売の AKB48 のゴフィーフスシングルジワル・デイズで僕たちは戦わない。 以来15作ぶりに選抜メンバーに復帰した。同年10月24日に地元の朝日川市から移植され、朝日川観光大使に就任した。2020年4月3日、YouTube チャンネル、なぎなぎ Tube を開設した。2021年8月1日、新型コロナウイルスに感染していることが判明し、療養、8月11日に活動再開を発表した。左利きである。 特技は、飛び箱と長芋を誰よりも早くすることだと本人は言う。好きな食べ物は焼肉で、苦手な食べ物は抹茶とバニラアイス。オカルトが大好きで、座敷はラシーがいると言われる旅館に自ら予約を、入れ実際に訪れたほか、カナダのお金が向こうにいると言われる未確認動物のオゴポゴを見に行くのを希望している。趣味は、オルゴール、スノードーム集め。目標。 憧れている人は、渡辺真由。ここが、ロドスだ、ここで飛べ。2、収録、0と1の間に収録、湯浅順次、その雫は、未来へと繋がる虹になる。公演 AKB48 村山チーム4、手を繋ぎながら公演。ありがとうございます。